百丈彗星。周期113,782年の長周期彗星。長周期彗星は、後天周期が200年以上の周期彗星と、非周期彗星の総称である。これに対し、後天周期が200年未満の周期彗星を短周期彗星という。彗星の軌道は不安定で、その度合いは周期が長いほど強くなる。 そこで、周期200年を恣意的な境界に定め、軌道が比較的安定している短周期彗星とかなり不安定な長周期彗星を分けている。長周期彗星に非周期彗星を含めず使うこともあるが、専門用語としては、非周期彗星を含むことが多い。本校でも、非周期彗星を含めた長周期彗星について述べる。公転周期200年は、 軌道長半径 34.20au に当たる。つまり、長周期彗星は軌道長半径 34.20au 以上の周期彗星であると言ってもいい。なお、後天周期200年軌道長半径 34.20au は海王星と明王星の間である。ただし、彗星は軌道離心率が大きいので、 演じ点距離は軌道長半径の2倍近くになる。通常、エッジはスカイパーベルトよりも外側である。彗星の命名規則では、長周期彗星の符号は C で始まる。例えば、百丈彗星。それに対し、短周期彗星は P で始まる。ただし、番号登録周期彗星。つまり、2回の回帰が確認された彗星は、 長周期彗星であっても NNP で始まる。2006年現在、それに当てはまるのは、池ヶ谷、長彗星の一つである。2006年8月現在、約2100個の長周期彗星が発見されている。これは、発見された彗星の80%以上であり、彗星の大半は長周期彗星であると言える。長周期彗星は、 オールとの雲からやってくると推測されている。それに対し、短周期彗星は、エッジワースカイパーベルトからやってくると推測されている。一般に、短周期彗星は、発見前を含めれば何十回、何百回となく回帰しているため、気発成分はほとんど失われてしまい、大彗星は少ない。明るく輝くのは、ほとんどが長周期彗星である。ありがとうございます。